気になる YouTube ヒカキンブログへようこそ。ついに届きましたよ、こちらワンピース海賊無双2だけどね、これが届いた時にね、一つね事件があったんですよ。まあ事件ってほどじゃないんですけど、僕当日3月21日ですね、届くのを待ってたんです、ずっと。で、お昼が過ぎ、昼間が過ぎ、夕方になりでね、夜の6時過ぎても来なかったんですよ。で、なぜだと思って、さすがに予約1ヶ月も前から予約してたんだから発売日に絶対届くだろうと思ってたんですね。んで、その日は夜7時から外に出る用事があったんで、こうマンションの外に出ようとしたら、僕のポストにコンクリプスって刺さってて、ここポストね、プスって入ってて半分以上出てて、こうやってありですかそれ。まあ多分これがね、送料かかんない、あんまりかかんないから向こうとしては低コストなんだろうけども、これゲームをプスって刺して、これもう誰でもスポッて抜ける状態だったから、まあちょっとびっくりしちゃったね。ゲームって絶対にこう手元にね、宅配便の方が届けてくれると思ってたんで、びっくりでした。からの開封、そこなんとかなんないのかね。なんか破けたぞ、おい。あー、領収書だよ。領収書破けた。大丈夫かな。あー、大丈夫だ。来たー、来ましたー。初回特典コード封入。嬉しいねー。いやー、ずっとソウルサクリファイスやってたんですけど、これ両立しなきゃいかんね。両方とも話題のアプリだからね。開かないし、これ。ちっちゃい頃この袋を開ける時とかの楽しさがやばかったよな。お、封入特典。ワンピースフィルム Z に登場するルフィの服が使えるダウンロードコードが入ってる。なるほど。早速ちょっとビータでやってみます。ほい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 っと、カセット入れるとこどこだっけ。ここだ。ほいっと、初起動いきます。ピッひょい。オープニングは長いぞ。うおーおお、これは CM の。うわ、めちゃ楽しそう。ちなみにワンピースのゲームやるのは小学校かな、小学校か中学校の時にグランドバトルっていうゲームをやってた以来ですね。おお、いよいよ戦います。動ける。おお、なるほど。はぁ、なるほど。え、あ、やべ、おっしゃったし、なんか。やべ。え？え？めっちゃ強い技使っちゃったっぽいし。ペペペペペペ。うわ、なんか、なんだこれ。強えぞ、なんか。なんもないところに打ちった。え、死にそうじゃん、もう。あ、死んだ。優しいモードで一瞬で死んだ。このセンスのなさ。これときたよ、マジで。ゲームオーバー。マジで。ということで、ちょっと、練習してガンガン進めたいと思います。また経過報告できたらします。バイ。ヒカキンブログに登録、ヒカキンブログに登録、ヒカキン。